佐藤ミケイロワコです。よろしくお願いします。マシューよ。パッパパー、パカパカパパパカ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 パッパパー。ついにグッズ発売。皆さんとのマニフェストで1個ありましたよね。そうそう。グッズを10万人になったら発売するということで、ただいまのね、登録者数いくつでしたっけ ?17 万人おせーぞーありがとうございます。ついにですね、グッズを発売します。本当になんでこんな遅いかって、ちょっと一回ちょっといいですか。ここ最近ね、なんかね、急にあざできんの、こういうとこに。あとなんか足とかにもね、急に何も別にしてないんだよ、日常生活でだよ、今度急にね、あざできんだよ。誰か寝てる間殴ってる、寝てるのいいことに。とりあえず今はここです。ということで、そんなことないんですけれども、グッズをですね、ついに発売します。で、前回のグッズがね、ステッカーだったんですよ。で、今回はもう10万人いったら、もっといろんなものをね、みんなに発売したいと思って、今回はちゃんとショップも作りました。こちら、まぶしい、眩しくて見れないので、こんな感じでお届けします。グッズをね、ついに発売します。で、ショップも新しく作りました、こちら。で、マジでうちが全部一から作ってるから、何、ちょっと今ここに iPad があるんですけど、ここの中にね、もうマジで1個全部うちが一からデザインしました。これが、まずキャラクター、じゃん、ミキちゃんです。名前そのまますぎて。ミケちゃんっていうキャラクターも作りました。めちゃくちゃ可愛いでしょ。で、ちゃんとね、ポイントあるの。まずおでこがめちゃくちゃ広いってところはですね、ちゃんと考慮させていただきまして、で、舌もめちゃくちゃ長いのね、このミケちゃんは。で、ちょっとね、こうニヤニヤしてるところがちょっとね、似てるかなと思って作りました。で、ですね、実物はね、本当はね、ここに見せながらみんなに紹介したかったのね。でも、計画性のなさが本当に大洪水な私としてはですね、発注するというか、注文するのがね、ちょっと遅すぎて、ちょっとまだ届いてないので、皆さんは買ってください、普通に。実物はここにないですけど、普通にショップでね、まじまじと見てください。マジでは一個一個説明していきますね。まずね、 T シャツが欲しいっていう声がとっても多かったので、ね、作りました、こちら。ぽい、ミケミケ版 T シャツ、かわいい。この横にミケちゃんもいるし、あとは普通にミケちゃんのこういう T シャツもあります。あとね、マジでこれちょっと、マジでみんなに見てほしいんだけど、いらっしゃーせーミケちゃん T シャツも作りました。これマジでかわいくない？これいらっしゃーせーってうちがやってんの。うちがいらっしゃーせーって回転。ちゃんと回転って書いてあるからね。私の YouTube のちょっといらっしゃいませを取り入れてみました。これマジで可愛いので、これも T シャツにしちゃいました。あとはこのいらっしゃいませミケちゃんのグラスもあります。いろいろ作りすぎちゃった、マジで。あとミケちゃんのもちろんね、スマホケースも欲しいところが多かったので、ミケちゃんのスマホケースも作りました。可愛い、マジで可愛いでしょ。ミケミケってね、書いてあるんですけど、あと、バッグも欲しいってお声が多かったね。トートバッグとか、あとは、なんとですね、マニアックな方もいらっしゃって、マニアックなお声としましては、ピーちゃん、愛犬のね、ピーちゃんのグッズも欲しいってことだったので、こちら。ピーちゃんのステッカーも用意しました。ありがとうございます。ピーちゃんにもね、ちょっと後でね、謝礼の方をさせていただければと思います。ピーちゃんのステッカーも、まあね、ピーちゃんもね、ちょっと舌が長くなってるの、やっぱ飼い主にてね。あと、ちょっとピーちゃんの、これ個人的なんだけどね、個人的にガチでこれめっちゃ可愛いちょ、可愛いちゃって思っちゃった。クリアピーちゃんっていうのを作ったね。で、クリアピーちゃんのキーホルダーっていうのを作ったんだけど、これマジで欲しいから、うち普通にこれを買いました。マジで可愛い。で、このクリアピーちゃんの T シャツとかも作ったね、このこちら。で、クリアピーちゃん、なんで作ったかっていうと、モノクロとかのグッズも欲しいですっていうお声があったので、モノクロのクリアピーちゃんのマルチケースとかも作っちゃいました、こちら。え、可愛くない？これメガネとか、なんか文房具とか入れられるんだって。え、めちゃくちゃ可愛くない？と思って作っちゃった。え？普通にお店で売ってるよね。
マジで可愛い。普通にマジでうちが手書きでデザインしたやつばっかりなので、あのね、みんながね欲しいって言ったお声はね全部ね集めていろんなところに反映させております。欲しい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 、うん、っていう感じでね作りましたので、あの本当にあとねマジでちょっとめちゃくちゃ可愛いブリブリブリティなやつも一個作りたいなと思って、こちらラブミケちゃんも作りました。可愛いラブミケちゃんステッカーも作りました。可愛いでしょ。でラブミケちゃんはちょっとなんか いろいろなんかこう押し寄せてる感じ欲しいなと思って、ラブが、ラブミケちゃんの スマホケース見てください。こちらあのもう押し寄せてる、めちゃくちゃラブがもう押し寄せてるスマホケースも作りました。あとクリアケース、これはめちゃくちゃ可愛いの。ラブミケちゃんがもう押し寄せて、あの本当にクリアケースの意味がちょっとなくなっちゃったんですけど、可愛くない、可愛い、マジで早く届いてほしいんだよね。マジでこのステッカーももちろんいっぱいあるし、 T シャツもめちゃくちゃあるんです。みんなマジでお待たせ。10万人記念と、まあ、15万人記念合わせちゃってこの、 あのスタンプじゃなくてグッズを作りました。でもマジで今からもうあの公開してるんで、あの開店ショップ開店してるんで、下の URL から概要欄の URL から絶対皆さん今すぐ飛んでください。キャー、どうしよう、マジで嬉しい。これマジでみんながこのうちのね、前回はステッカーだったけどバッグとかもう分かりやすいじゃん持ってたら、私のこのトートバッグとかミケちゃんスマホケースとかを持ってる人がいたら、漏れなくですねサインしまーす。いるいる、欲しいミケちゃんのサイン欲しいよね。ちょっとマジでサイン変えないと、ずっと意味わかんないね、ずっとカメレオンのサインだったので、そろそろちょっと可愛いサインに変えとくんで、みんなマジでこのねトートバッグとかスマホケースとか T シャツとか、あの街で、まあ、見てる着てる人とか使ってる人いたら、私が声かけて、サインをしに行きます。なちょっとペンだけ持っといてくれる？持ってなかったらちょっとあの唾液の方でちょっとその線をね描かせていただきましてそんな感じで、めっちゃ可愛いでしょ。可愛い、このいらっしゃいませミケちゃんマジでね結構好評だったので、あのお友達に皆さんぜひ、あとラブミケちゃんも可愛いでしょ、マジで可愛い、みんなぜひ買ってね。このピーちゃんキーホルダーマジでママにプレゼントしよう。見てるママサプライズだからねこのピーちゃんキーホルダーママにプレゼントしようと思います。あー嬉しい、やっとグッズ発売できた。マジでさ超なんかみんなどういうの欲しいかなとか言って考えながらさデザインするの超楽しかったんだけど超大変だった。20万人になったらまたなんかちょっといろんなの考えようかなって。何しよう20万人になったら、なるかな、なるよね20万人になったら本当に何しようかな。とりあえずですねファンミーティングはもう早急にしないといけないので早急にします。でもさ夏さみんなでファンミーティングさ集まってさ、どう、暑苦しい、ちょっと私がないねえなーみたいな感じで言ってもなんかうるさいってなったら困るなと思ってんだよ。でも大丈夫だよね、ちょっと心配です、そのファンミーティングがどうなるか。今のうちに皆さんなんか扇風機とか買っといてください、小型の。あとさ全然関係ない話なんだけど、この前ね初コラボしました、パカイエーイ嬉しい、マジであのコラボしたことあるんだけどさ、あの YouTuber の方とさ初めてさコラボしたじゃん。そう、その名もダンテ君と PDS 株式会社のダンテ君と、マジでうちがちっちゃい頃、あちっちゃい頃っていうかマジでうち高校生ぐらいの時からずっと見てて超知ってんの、マジでダンテ君で、マジで今もダンテ君全然ね、あの動画の内容が本当に昔の本当に同僚でどうやったら考えつくのみたいな感じのやつとかやってるの、あの地球グミをなんかこうパンケーキのパンケーキパンケーキみたいなこう機械がなんかちゃんとやる、そこになんか地球グミ入れてでボニョってなって、それで竜の糸作るみたいな、そこのネバネバでこうやって竜の糸作るそんなことやって、でめっちゃ楽しい、面白くてさ、それでダンテ君の家行ったわけよコラボするために。だからさマジで一番びっくりしたのが、何でもある家に、えって感じじゃん。もうねガチの本当にもう昔からの YouTuber、 もうガチの YouTuber の方じゃんダンテ君って。家にマジ何でもあるの、マネキンもあるし、もうなんか
で、なんか何、なんかさ、あの、TikTok 撮ろうみたいな話になって、ダンテ君と、何撮るみたいになって、で、ダンテ君に、え、鼻毛コストとかやるみたいな言っとろう。あるあるある、みたいな。え、なんでもあるじゃん。とか、あと、強力、日本一強力な、あの、髪スプレーとかも、あの、ダンテ君の家。あ、あるよ、だ、なんか強力な髪、あの、髪の毛のスプレーあるけど、やるとか言って。え、なんだ、マジ、どこでも、ドア。どこでもポケッツ家なの。マジでそれがマジ一番びっくりした。さすがと思って。ダンテ君やばと思って。なんでもあるじゃん家にみたいな。マジでなんでもあるんだよ。猫ちゃんもね、いて、あのポップ、ポップっていう猫ちゃんもいて、めっちゃ可愛いふわふわ猫ちゃんなんだけど、ポップもね、めちゃくちゃかじってくの。かじるとかいうレベルじゃなくてもなんか、こう、爪と口で、みたいな。本当に人の手は何だと思ってんだと思うぐらいね、かじってくるのがめちゃくちゃ可愛くて、一生かじらしてたね、ダンテ君の家でさ、なんか空き時間みたいな時に。そしたらもうここだけ血だらけになっちゃって。マジで。マジでその他の仕事の時とかに、どうしたんですかって言われて、あ、ちょっとあの、猫ちゃん。本当にごめんなさい。もう本当にめちゃくちゃかじられたの。もう今は治ったけど、めっちゃ面白かった。ダンテ君の本当にダンテ君にめっちゃかじられるよって言ったらさあさあみたいな感じでね、全然気にしてないで、なんか本当はね、あのそのコラボの後にさ2回コラボしたんですけど、1回目はダンテ君のお家に行って、2回目はあのダンテ君にあのバク転を私がね教えてもらう企画でトランポリンランドに行ったんですよ。でトランポリンしたんだけど、本当はトランポランド行くなんかいろんな何をしようかみたいな話してた時に、なんかダンテ君車持ってたから、あ、じゃあダンテ君の車をミキが運転してなんかあのどっか行こうよみたいに言ったの。したらですね、ダンテ君がえみたいな、あなたの運転ですかみたいなって、あ、そうそうみたいな、ちょっと怖いから無理って全然怖くないよ、全然怖くないよ。本当にダンテ君の車だったら、まずダンテ君にね、車壊しても大丈夫って聞いたの。そしたら、壊しても全然いいよって言うからさ、あ、いいんだったらいいやと思ったんだけど、あの、命はやっぱり惜しかったらしくて、ダンテ君も。さすがにね、命はやっぱ欲しかったらしくて、そのなんかやっぱちょっと怖いらしい、うちの運転が。どうして？まあね、絶対それはね、いつかね、強行突破して、運転企画をやろうと思います。今までね、ほら、私一人しかね、画面に映ってなかったから、二人、同業者の人のもう映したら、どんな反応するかっていうのは、マジで見てみたい。マジで見てみたいです。本当にどんな感じになるんだ。ダンテ君を本当にドライブで連れて行きたい、どっかに。どんな感じなんだろう。でもね、あの、ドライブするとかする余裕はありません。本当にただの、ドライブになると思います。そこだけはよろしくお願いします。という感じで、本当にこれからもちょっとコラボとか、20万人もう迫ってきてるので、いろいろマジでやりたいこといっぱいあるので、皆さんぜひよろしくお願いします。そして、このコラボグッズのミキミキ団 T シャツ。これめっちゃいいよね。ちょ、ミキミキ団 T シャツとかをちょっと着て、夏を一緒に過ごしましょう。楽しみ、ミキミキ団のみんなよろしく頼んだよ、マジで一緒に頑張って夏乗り切ろうね。乗り切るとかないんだよ、マジで夏ウェルカムだから、夏大好きだから乗り切るとかはないんだけど、あの夏を楽しんでいきたいと思います。じゃあね、グッズ発売でしたチャンネル登録よろしく、チャンネル登録よろしく。